お疲れ様です。今日最後はこちら 2.6 コグやってきます。さあこちらね、クララといえば 2.6 コグとね昔は呼ばれてましたけど、まあ今はどうやろって感じなんですが、まあ、最近ねなんか強いかを置いといて、まあ人気なデッキがあるんですよ。でこの 2.6 コグが最近ね世界一いたんですよね。このケアスさんっていう、まあ、海外勢だと思います、がね26でマジ一昨日ぐらい世界一行ってたんでワンチャン強いんかなと思って、まあ環境かと言われると、いやまあ非常に難しい、なんならその人が上手いだけみたいなとこあると思うんですけど、なんかねホグっては結局クエイクじゃないとやっぱテスラの突破とかできないし、めっちゃきついイメージがありますね。なのでね、まあ、どうやって勝つんだろうなって感じはあるんですけど、まあ相手もホグなんで環境なのかもしれないですねさあそう基本的にはねこんな感じでクエイクになってくるイメージあります。まあでももう何も考えずいっちゃう。うちょっといいアイスピじゃない、これね。よいしょ、おいや待って結構いい、もう別おい。さあクエイコグ VS 2.6 コグね、相手はマイティテスラ型ですね。はい、まあ大砲がね単純にクエイク打たれるだけで苦しいっていうのはあるんですけど、まあそこをどう勝っていくんですか私ってとこですよね。さあホグ締結です。一応ルート強制みたいなこともあったりするんですけど、打たれましたちゃんと。相手がクエイクなんで、その普通に何マスケが強いですね。ワンチャンなんかじゃこれ、これなんか足りなくね。いやー強え、入らねえんだよな。まあ大砲逆サイの端前1コスでクエイクを避ける位置っていうのは存在をするんですけど、まあ事故ると負けみたいなとこはあるよね。まあ回転が同じではあるか、ほぼ7チャンピオンサイクルちょっと嫌っすよね。難しいねこれは一応次進化デスラもある、ファイブ打っちゃっていいかもね。ああ許された、許されてない。てかまあファイブ削れていいかもな、進化テスラにさ、ほらどうすんだってなるよな。一応ロケット投資とかもいるんで、先に置いちゃってもいいかも。呪文削り削れないんだな俺。金気度すらよかった、もったいない今の。これ勝てたらもう優秀ですよ、はい、ホグ使い一級はいける。いや進化スピ強、進化スペ偉くないですかいやマジもうちょっとねこうつくこれ。クエイクで削ってくんね。もうファイブで削る、でかっ。ファイボで削る、いらない。オグナイダーなんていらない。 2.6 オグはね呪文削りデッキなんですよ。よし、ルード強制しちゃってね。これが強いんだよな、まあ、チャンピオンサイクルちょっと怖いけど、ね、まあでも
アイスピーもね優秀だったりします。うい、そのアイス、まあ、みたいな感じでね、頑張っていくんでしょうね、2点の工具がね。まあ、最悪ね、本当に後半1000ぐらいは、なんなら1500ぐらいか。5ウッドで削れるんで、守れそうだったら引きこもんのもありっすよね。さあ、よろしく。まあ、最近だとな、ボイドとかもあれ、強すぎるじゃないですか。あの辺になんか、大砲とかマスキがワンパンされて悪いみたいなこともありそうなんでね、そこをどれだけケアできるかとかも大事にはなってきそう。さ、ゴーストの時点でロイかペッカか2択みたいな。トリトンあると思うんでね、あんまホグ雑に行きたくないな。さあ、ロイジャイね、まあ、普通の弾なんでボイドとかじゃなさそう。トリトンある。え、深海スペもあった、早っ。いや、まあこれがいいとこか。なんかあんま多分 2.6 コグってそんなデッキパーないんすよ今多分ね、分かんない、環境にぶっ刺さってってることがなければ、もうなんか時代遅れ感が出てきちゃったんですけど、なんでまあ進化、高回転進化で頑張るしかないみたいな。トリトン、あー、待ってんなー、ちゃんとずっとね、偉いなー。まあトリトンで終わっちゃうんですけど、まずいよね。いや、深海水次よ、これやばくない？待って、ミスター、あー、ちょっと本当に話もしてる。深海スピ噛みすぎるな。あ無能なアイスゴールもいる。なんかドゥドゥンみたいな、よく見るっすよね。お願い、ホグからいっちゃうんで。いや、でも深海スピー最強説ある。フフフフ、やりたいだけ、ウッドまでいっちゃおう。いや、だから深海スピマジ強くね？深海スピのおかげで勝ってるみたいなとこあるよな、明らかに。いや、カット、鉄壁すぎん？で、深海スピ回す。もう深海スピしか脳ないっす今。深海スピ回った、絶対止まる。なんかマジ事故レストで怖いな、あいつだけ。深海スピゲーらしいクララは暇だし、ワイブ打っとこうかな
一発できる。で大砲も高回転からのホグ飛ばしてファイブ打って、えっマジアイスピー、なんかいつも対ロイじゃいいかもしんないんですけど、対ロイにだけ進化アイスピー最強なんだよな。しかも高回転だからロイジェ止まりまくるしな、進化アイスピー無限に回って。いやこういうの見るとアイスピー強いなとはなるけど、まあ実際弱いっすよね。ロイジェにだけ、マジロイジェにだけ異常に強いっすよね。で 2.5 グランが最近よく見るんですよね。はい初対ゴレホグ結構強い変わるんだよな、ラバっぽいな。おい2発、さあショットチンパン成功。いやここもアイゴレから行きたいよな、これサイド一緒でもよかったかもな。一発だけ、おーオッケー。でアイゴレとかしてこっちにバルキリーをちょっと咲かせたい顔をしながらのホグからの墓石を壊すウッドのコストだけ貯めながら、このバルキリーちょっとやだ。でメゴこっち来た、やばいバルキリーに飛んでほしい、やばい。いやーこれ許容か、2発いって、なんで俺がダメージ受けてんねん、まずいか。いやでもここあのコンストないけどなんかなんもない、その墓石もバルキリもないから生き得な気がしました。そして一発進化ザップも使わせた、いやでかいぞ。最強来た、ジャンゴボイドある捨てるさよならって。行ってもいいかもな、結局墓石あるし、やばい。そこで被る、終わる、いやマジで終わる、もうマスク右に出してよかったよおい始めれば来んのかい。めっちゃ良かったんだけどな、なんかマスクもそのまま攻めてねみたいな、始めれば来んのかいっていう話よね。さあアチャーオールブレイカーね、ガンギマリ族やん。まあコウモリがいなかったら嬉しいなって。リクナッシングトゥーマッチ、えホグ一発入ってるよでかさあ、あっちゃゆうのウォールブレイカーね、陸あれだな、なかったな今。アイゴレ付きアイスピを割いちゃうとみたいな。ディガー抜きがねちょっとだけ少ないんでね。まあチャッチャーただメガナイトいるんで、チャッチャーメガナイト咲かしたいな俺。で、キンキしたいっすね、アイスピつけて。ああ
本気できねえな。あぶねえ今ねえ、浮かれるとこであった。これお互いコストねえぞ、言うのしかない。いやーまあメガナイトさすがにいるな。なんかワンチャン文句とかになってるパターンもあるんですけど、まあ基本的にニートがいるよな。なんか相性良さそうだな。どうだ、ディガーでマスケ潰されたら終わるんすけど、回転早すぎてちょっと相性良さそう。進化 SP 持ってなかったかな。まあだからそのメガナイトを裂いた後になんか適当にホグ飛ばすと絶対ダメージが通るっていうのがあるっすよね。大砲置いてマスケ出して相性そうだな。まあこれがきついっすよね。マジ無限に大砲置いてるわ。いや待って、ミスった。え、うまっ違う、うまく見えちゃうんだよな、兄ちゃんのクホグってね。適当に1コス出してるだけだからな、この辺に。よう分からんないに。でも事故ってはいるもんな。事故ってはいるがなんか真ん中に鳥は1コスいっぱい出してきがうまく見えるんだよな。ザップ使ったんで安心安全の進化ドリル。ナイスー。いやまあなんかそうね、1倍ね。でキング起動できたらもっと楽に勝てるんで、相当相性いいかもしんないです、実は。え？ちょっと待って、マジもんや。え？おい来たぞ。クラロワで唯一ね、2度世界チャンピオンになってる男、ムギッタン。テスラだるいやんけ。ドリルか、クロスか。26使ってる時に来んなよっていう。なんかホグだったな絶対に。まさかのね。ムギッタン来たのおもろすぎんだろこのトロザイで。いやーちょっとやだな。高回転ドリルや。いや、しばくか。いや、進化ドリルの防衛がね、どうすんだろうな。わかんなさすぎる。
5打っちゃっても良さそうだけどな。たまたま出てたら当たればね。いや、あんのか。大砲にポイズン使わしてマスケを延命みたいな。よしよ、違ったか。痛い痛い痛い。いやだこれね、シンカードリルまずすぎるんだよな。一発欲しいのはそれ入んだ。いやこれシンカードリルもしかして。あ、来た、やつが来ちゃった。どうなんだ俺。思って金起動出走だった、止めちゃった。これこれ勝てんのかおい。ちょっと待ってくれ、待ってよおい。あー偉いな。結束とかあったりすんなこれ。全然施設使ってくんないじゃん。キタシちゃんがね、こういう施設に勝つにはケツをグって言ってたんだよ。おい硬すぎだろそれ。どうなってんだよ。やばいその、いやマジやばいそれ。あ？あい強すぎんだろ。進化ドリルかけるムギッタン、どうなってんの。ちょ、もともとテスラは悪いて。ちょっとだけ、あーいい言ったやん。はいジジ。おー 2.6 分使ってない時にマッチングしてくるよな。いいデッキ使ってますやん。さすがに勝ち目なかったかな。26だし、麦タンだし、ドリル進化してるしみたいな。反対のマッチアップが良かったな。俺が進化ドリル使ってる時に麦の 2.6 極でやりたかったな。え、トリトンおるやん。それだったらね、ちょっと希望あったかもしれない。でけえ近畿してね、よくないよね今のは。さあペッかな。トリトンがね、アイスピとかこれうざそうじゃね、持ってねえかな。いやちょっとうざいだろこれ。300ぐらい入るくね。やらめ使わしさ、まあキング起動一発許容偉いね。まあ2400まで削れてるんだよ俺。
めっちゃ痛いもんなホグ。ボイドやまず多分違うかな。じゃあ柳豆ザップや、嬉しいやつ。一発でいけー。まあペッカは基本的に相性はいい方ですよね、昔からね。まだボイドとかになると本当の話が変わるんですけど、シンプル交渉なんで。バカでトンってやば。これトリトン咲いてて、いやでかい、結構あるぞこれ。ファイボー分回し案件もあるけど、普通に冷静に守るか。いやマスキ強え。ファイボのダメージっていくらあるんだ。300万あんのか。ファイボットファイボっていう、はい、インチキ呪文マンシあります。 2.6 グって呪文が回るから強えみたいなのがあるんでね。さあナイス。まあヤザップならもでかかったっすね。ボイドだったらまた怖かったなっていう。さあいいね、テラーン。よろしく。一旦進化回すか。ザップね。いやザップの時点でもうペッカからばなんで、アイゴロフグいっちゃいます。ペッカや、ペッカでいけえな。あまずてかボイドだったら普通に負けんだよな。ボイドでした。エリスピモル、最近入りのペッカラムね。熱っ、なんか噛み合ったの。こうワンチャンが届け、ギリ届かないんだよな基本的に。届きそうだったの。まあザップ使ったんで飛ばして2発、何発、よし、なんだろ、おいヘラムね。まあボイド新ザップね。何が嫌かな。まあ進化ザップボイドだと絶対マスキ飛んじゃうんで、まあ4体以内のみたいな。普通にペッカラムの形がだるいな。台本置いてボイドに壊してもらって、延命できたら一番楽か。強すぎる。意外と守ればするんだ。いやーでもみたいなのがあるよな。これ台湾に飛ぶよな。これ苦しくね。やべ、レシピ強っ。
今のドロ一発も入ってねえんだ。難しいな。クラロワって今だって一発も入ってねえことあんだな。深海里ね。うざいぞ。両面。エリスプだったのか。なんだこの深海スピゲー深海スマジでバカ強いぞ今日。なんだこの深海スケもちょっと強かったり。うおー気持ちいいな 2.6 コグ深海スピゲー。マッチング良ければ壊れカードになれそう。こんな止まるんかっていうぐらいね気持ちよかったな。そうダガーガールラバー本当にラバー。どう考えてもゴブジャイとかかな。ジャイか。おお。おいしい。アイゴラホグが良かったんじゃ。なんだこれ。プリプリガゴムで来たぞ。いやなんか怖いな。何これ。相手名前はラバだし。うわ恐ろしいな見た目は。バルキリープリプリネクロ。わあありがとう来たぞ。どういたしまして。ボイドとかなければもう大砲ゲーみたいな。いかつすぎる。これ一応次進化バルキリーじゃねえか。まだ1回か。おーおーおーおおおおミニペ何でもおるやん。なんかフルコースやん全部は悪くね。やば怖くね。え嘘。なんかどっかに俺迷い込んだ。プリプリバルキリーミニペネクロペッカやばい。絶対来ちゃいけねえとこ来てんな。いやー守りは強いね。でも耐えれれば守ることができれば俺も勝てんだよこれ。守れんのかな。怖くね。呪文とかないのかな。そんな概念がまずない。いや進化回ってないのまずすぎる。
なんか相性が良すぎるか。なんか守れはするぞ。あのネクロにファイブ打ったらガゴメ来るんだよな。美味しい。フリーズとかない。大丈夫。姉妹ペッカとか来てくんねえかな。めっちゃ手堅いや。意気込むるぞ俺は。グッドゲームだよ、さすがにね。何だこれ、突破できないもんな。いやー、ナイスデッキ合わすぎだろ。好きなカード詰め込んだみたいなね、いかつ。いかつすぎんだろ。というわけで 2.6 グですね。はい、まあ高回転でね、この進化スケアイスピが回りまくるんで、まあそこはちょっとおもろくてね、俺は好きですね。はい、まあ特別ねデッキが強いわけではね多分ないと思いますんで、まあぜひ興味のある方は使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。おしとまたね。